山崎茂明は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。警察署長、山崎茂光の長男として生まれる。海南中学校を経て、1913年12月、海軍兵学校を卒業。席次は入校時120名中16番、卒業時118名中20番。翌年12月、海軍少尉任官。 1920年11月、海軍水雷学校高等科を卒業し、海軍潜水学校教官、第13潜水艦艦長、第2潜水船隊参謀などを歴任。1925年11月、海軍大学校を卒業した。第1次世界大戦末期に、第2特務艦隊に配属となり、戦利潜水艦の開交に携わる。ロゴ第18潜水艦。 ロゴ第67潜水艦の各艦長、第1潜水船隊参謀、潜水学校教官、海外教官などを歴任。1934年11月、第14潜水隊司令となり、第30潜水隊司令、海外教官、大本営報道部第一課長、薬も艦長、上海方面特別根拠地帯参謀長を務めた。 1940年11月、海軍少将に進級。太平洋戦争を第二潜水戦隊司令官として迎えた。潜水艦作戦の不審を受けて軍令部出資として原因の究明にあたり、潜水艦の使用方法に誤りがあることを指摘した。第一潜水戦隊司令官、潜水学校校長などを歴任し、1944年5月、 海軍中将となった。以後、海軍潜水艦部長を経て、特評部長として終戦を迎え、1945年9月、予備役に編入された。海藻の帝国海軍第二章。ありがとうございます。